こんにちは、いいともです。皆さんは自分の大事な大事なロードシューズどのようにお手入れしていますか？落車してこう使えなくなるようなねことがない限り綺麗に長持ちさせたいですよね。やはりね、物を大切に使うことでモチベーションアップにもつながると思います。あとはね、放置しておくと匂い、こいつも厄介ですよね。家族やね、ロード仲間の人たちからあの人のシューズ臭いからやだなんてね、思われたくないですよね。ということで早速綺麗にしていきましょう。まずは湿らせた布で周りの土や汚れを軽く拭き取ります。その後バケツに洗浄液と水を混ぜたもので洗っていきます。今回はウタマロ石鹸を削ったものでぬるま湯で溶かしていきます。そして準備ができたら柔らかめのブラシで外をこすってきれいにしていきます。全体が泡まみれになるようにし、その後は中を洗っていきましょう。スピードプレイの時は裏のカバーをしっかり外して中もきれいに洗っていきましょう。これで一通り泡まみれになったら水道などで水できれいに洗い流していきます。この時キッチンなどで洗っていると奥様などに怒られてしまうこともあるのでしっかり許可を取りましょう。僕はかつてキッチンで洗っていたら先輩に怒られたことがあるので、それからはお風呂場で洗い流すようになりました。お風呂場で洗い流す場合は全裸になるかは自由です。これで洗い流せたら水気を取るように乾いた布で拭いていきます。その後新聞紙をシューズの中に詰め込んでいきます。この時インソールはね、中に入れずに外に置いておくといいですね。できたら日当たりのいいところに置いたり、天気が悪ければ室内で乾くのを待ちましょう。そしたらね、明日の朝には綺麗にシューズを使うことができますね。今回は以上になります。このようにね、綺麗に洗うことでより長く愛用することができますね。自分はかつてこのロードシューズの素材がね、硬くて柔らかくしたいからといって、こう一日中柔軟剤につけ込んでふにゃふにゃにしちゃったり、あとはね、すぐ早く乾かしたいからといってこうストーブの前に置きっぱにしたり、あとはドライヤーでね、こうずっと熱を当てていたら、そのシューズの素材がね、熱に弱いため、こう先端がデッキシューズみたいにね、シュッてなってね、後悔したことがありました。それでね、チーム練に行ったら、お前そのロードシューズすごいエアロでいいなみたいな感じでね、ずっといじられてました。やはりね、両方ともいつもと違う感覚になってしまったので本当に後悔しました。なので、ね、皆さんもそういったことがないように、今回の動画のように洗ってこう干していただければ大丈夫。シューズもね、筋肉と同じように大切にしてあげられるといいですね。はい、ということで次回も違う動画でお会いしましょう。さよなら。